はい、じゃあよろしくお願いします、今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式丸5をお送りします。でシリーズ5本目です。これでね、で前回はシータのところがめんどくさい形の不等式をやったんですが、今回ねまた違うタイプで、また方程式です。で次の丸6がこのタイプの不等式をやっていきます。でまず今回もねいつも通り3問となっておりますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でまあこれ方程式で、個人的にはその前の問題とかでこっちの方がやりやすいイメージがあるんですけど、まあちょっと違うやり方をしていきます。あの前回とかのね動画とは全く違うタイプなので。でまず確認しなきゃいけないのが範囲で、θはまだ0から 2π です。だから1周分ね全部入ってるよっていう。でこれ2コサイン事乗 θ マイナス5コサイン θ マイナス3イコール0となってます。でこれはですね、コサインしかもう式の中に入ってないので、それを x と置いて解いていきます。ちなみにこれ置かなくてもいいです。いい、多分慣れてる子とかは置かないと思うんですけど、一応慣れてない子とか、苦手な子向けで置いて解いていきます。だからどうなるかっていうと、コサイン θ を x と置くでしょ。でこの後とね1個大事なことがあるんですけど、後で書きます。で置くと、これコサイン2乗 θ はもちろん x2 乗になるんで、 2x2 乗でこれもちろんそのままマイナス 5x マイナス3イコール0だから、普通に2次方程式っていうね、あとは足す掛けとか因数分解して解けばいいじゃんで終わりなんだよね、それだけっていう。ただめちゃくちゃ大事なのがここ、 x に範囲があります。今でどの範囲かっていうと、これマイナス1から1までです。なぜか、だってコサインだもんっていうね。コサインは今一周全部だからよ、全部だからだけど、マイナス1から1までしか取らないです。コサイン、これはサインも同じだから、これを置き換えた時に必ず範囲を決めることって決めるから、これを書くことを意識してください。で置き換えなくてもね、できるタイプの子もコサインはこの値しか、マイナス1から1しか取らないよねって、それを念頭に頭に置いた状態で必ず解く。そうしないと答えが、それが使っていいか使っちゃいけないかが判定が出てくるので、最後にね。であとはこれをたすき掛けで解くと、でそうするとちょっと待ってね、 x でしょ、でマイナス5にしたいからマイナス3とプラス1でいけるか、でイコール0、そうすると、合ってるか、まあ、合ってるね。x がマイナス2分の1、そして3となります。で、ここで判定で、x はマイナス1から1までなんです。だから、x3 は答えとして使っちゃいけないのね。いや、本当は、途中式書くんだったらちゃんと書くんだけど、多分このタイプの問題、途中式書かされないと思うので、ここにちょっと×としちゃいます。板書もちょっと入らないので。だから今、x はマイナス2分の1のみです。で、x っていうのはコサインシータだったでしょ？だからもう一回ちゃんと置き換えると、つまりコサインシータがマイナス2分の1になる時のシータいくつなのって、それを聞かれてるで終わりになります。で、これがコサインシータ、x 座標です。マイナス2分の1、いくつの時かなと、すぐわかるんだったらいいんですけど、もしパッと出てこなければ、なんか端っことかに単位をちょこちょこって書いて解いたらいい。入ってっかな、あ、ギリギリな感じ、すげえちっちゃくてごめんね。こうあって x 座標だからマイナスの分にこの辺だよね。つまりこことここ90度から左に30度いったとこだから、120度ポジションと下270度から30度戻ったポジションなんで、240度ポジション、この2つだよなと。でθ イコール120度を直すと、180分の度だから3分の2か、3分の 2π、 そして240度直すと3分の 4π となって、これが答えとなります。両方ともね、といった感じで2番いきましょう。じゃあ2番こっからいこうか。
で2番は1番と違ってね、コサインとサイン両方使われてるのね。でその場合は必ずどっちかに統一します。サインだけにするかコサインだけにするかっていう。でその時のポイントとしては、事象は直せるんです。コサインとサインを直せるから公式使えば。ただし普通に一乗というか、サインシータコサインシータは直すのが厳しいので、こっちに合わせてあげる。つまりサインシータに合わせるっていう感じ。だからコサイン事象を変えるんですけど、どう変えるか。それはコサイン事象のところに1マイナスサイン事象シータをぶち込んでください。この部分になんでそうなるかは後で言います。であとその後書き、書いちゃおうか。マイナスサインシータで、マイナス1イコール0です。でこれはもともとずっとね言ってきたけど、サイン事象シータプラスコサイン事象シータはイコール1です。これ公式です。めっちゃ使う公式ね。でこれを変形するとサイン事象を右に持ってきます。こうやって、そうするとコサイン事象シータイコール1マイナスサイン事象シータになるので、コサイン事象コサイン事象シータね、噛んでる事象シータのところにこれをぶち込んでも OK なんです。で逆にサイン事象からコサインに直したかったら、これを右に持ってくればいいから、サイン事象シータのところに1マイナスコサイン事象シータを入れれば直すことができますね。これすごくよく使う変形ね。であとはこれでサインだけになったから、一回まとめてしまうと、配るか、マイナス2サイン事象シータでマイナスサインシータで、ここにプラス2ができるからくっつけるとプラス1だね。でイコール0と、こんな感じになります。でまあここも置き換えてみるか。でも入らない気がするな。いや入れてみよう大丈夫だね。で置き換えると、まあさっきも言ったけど、置き換えなくていいからね。置き換えなくてもできる子は、今回サインシータを x とします。でさっきも言ったように、サインシータもマイナス1から1です。取る範囲は一周だからね。これが一周じゃなかったりした場合は範囲が変わります。単位を書いてちゃんと書かなきゃいけないんだけど、まあ今一周だからマイナス1から1だと。でマイナス 2x2 乗、これサイン事乗してた x2 乗だからね。でマイナス x プラス1で、ここマイナスちょっと嫌なので全部にちょっと一回マイナスかけますね。でこうして、これもたすき分けでいけそうだな。こうなってプラス1とマイナス1か。これでできてるかな。できてるね。つまり x イコール2分の1とマイナス1になります。で今回これ両方とも範囲に入っているので、答えとして採用して OK です。だから x は今サインでしょ、ちょっと書かないんですけど、サインシータが2分の1とマイナス1になるところを探せば OK となります。じゃあまたちっちゃい単位書こうか。もうね入ってないっていう子がごめんね。でサインは y 座標なので、2分の1 30度ポジションと150度ポジション、ここだね。30と150度で、マイナス1ってのはここです。ここ270度ポジション、この3つが全部答えとして採用しなきゃいけないと。これが答えね。だからシータイコール30度なんで6分の π、 150度なんで6分の 5π で、270度なんで2分の 3π と、これがね答えとなります。よし、でラストタンジェントいきましょう。で今回これはタンジェントのみになっているので、まあ、これと同じ感じですぐ置き換えていきます。でこれも置き換えなくてもいいんですけど、一応置き換えてやらせてください。タンジェントシータを x とします。でここでポイントで、タンジェント範囲が発生しません。傾きなんでいくつでも取れる、まあ、正しく言えば2の実数になるんですけど、範囲を気にしなくていいです、タンジェントに関してはね。で置き換えるとルート 3x2 乗だね。ルート 3x2 乗のマイナス 2x で、最後はマイナスルート3とイコール0で、基本的に
この問題、こういうタイプの問題、助けかけできます。必ずこう出てこないと解けないんで、シートの値が。だから、うわって思うんですけど、助けかけ勝負してみるといいと思います。個人的にはね。で、これ助けかけでいくと、まずここがルート3。だから、ルート 3x と x に分解してやると。で、後ろもルート3だから、ルート3と1に分解しなきゃいけない。で、結局、真ん中でルートが消えてるから、ルートとルートをかければいいかなっていう発想で、こっちにルート3で、こっちに1を持ってきます。そうすると、ここかければ3だからさ。で、あとマイナスに持ってきたいので、こっちにマイナス、こっちにプラスにすれば、マイナス3、プラス1で足してマイナスになるので、助け合い完了っていう。で、イコール0。だから、x イコール、こっちから出てくる答え、マイナス、ルート3分の1です。で、こっちから出てくるのが、ルート3となります。で、タンジェントがこれになるときが答えなので、まず単位円書こうかね。場所的に、どうしようかな。あ、でも入るか。こっち行こうか。もちろんね、何度も言うけど、単位円書かなくても、分かるかは書かなくていいからね。俺は不安なんで、今でも書きますけど、単位円。で、まず、ルート3の方が簡単だから、こっち行こうか。傾きルート3。このね、プラスゾーンの急なとこなので、60度と、ここ、240度。このポジションだね。で、マイナスルート3分の1は、マイナスゾーンの一番緩やかな方だから、ここと、ここになります。で、ここは180から30戻ったとこだから150度で、ここは360度から30下がったとこなので330度になります。この4箇所が答えで、ギリ入って大丈夫かな。で、最後書き出すと θ イコール、まず60度なんで、待って、もうちょっと下いけるよね。いけるね。多分これ右にかかるからね。ちょっと待って、下げよう。シータイコール入ってる。大丈夫。まず3分の π です。これ60度ね。で、150度が、待って、真ん中で頭が。6分の5か。6分の 5π。で、240度が180、違う、足しゃいいから、3分の 7π か。で、これも、これのね、反対側なんで、π を足せばいいんで、3分の7じゃねえや。3分の4だね。で、これに、π を足せばいいから6分の11か。この4つが答えとなります。で、ここね、330度とかだとマイナス30のが楽じゃんっていう感じもするんですけど、もともとが0からスタートしてるのでマイナス使っちゃいけないんだよ。スタートがこっからこうなので、ただその流れに乗るようにちゃんと330度で書いてください。これマイナス30の方で、ね、マイナス、30だから6分の π かって書いた場合は×になります。範囲に入ってないからね。いいかな。では今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式丸5をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がこれの不等式バージョンをやっていきますので、もしよかったらそっちの方を見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。